た？大丈夫？平気だ。まだ治ってないんだから、ゆっくり休まないと。まだ、俺も言ってなかったし。お前を摘発しなかったのは、助けたかったからじゃない。はいはい。でも、そのせいでやられちゃったんだから。イオナの体に黒いモヤが。あいつはどうやってあの力を手に入れたんだ。あの力？なんでもない。俺への恩返しはいいから、最近のお前の行動について説明してくれ。はあ、実はビジルを媒体にしてお母さんに連絡しようとしていたの。本来はクリスタルを使うんだけどね。でも今は高級に封印がかけられていて、封印を突破しないと使いたくても使えないの。俺がアンケサル人だから媒体にしようとしたの。あなた巨竜の血を持つと知っていたの？当然だ。それじゃあ。だがドラゴンに手を貸すつもりはない。でもビジルの先祖はお母さんと取引したじゃない。俺には関係ないことだ。取引がなければアンケサル人が生まれるわけがない。ビジルたちの中にドラゴンソウルが注がれた、その目的は、とにかく私とビジルは仲間でしょ。勘弁してくれ。私を信じて。フロストドラゴンと人間はいつだって協力し合ってきたじゃない。いつの話だ。あなたって人は、何してるんだ。俺を偉大者扱いか。事態は差し迫っているのに本当に何も分かってない。もう待てないわ。あなたと対立したくはなかったけど、あなたがそうさせたのよ。